大神室。タヌキの本場は四国の徳島と佐渡島が有名であるが、この大神室はタヌキが化けたものとされている。寝ている時に雨戸の音で目覚めて何事かと近づくと、いきなり巨大な顔が戸口いっぱいに現れる。タヌキが化けているので別に人を取って食べようというわけではない。単純に人を驚かして喜ぶ類の妖怪である。